宇山県のウラジ。はい、皆さんこんばんは、水曜夜10時半です。大きいよアクション。皆さんこんばんは、この番組はですね、役者をやっております、私宇山県がですね、いろんなジャンルのゲストをお迎えし、役者の方となるようなこと、そして役者演じるその役のね、その参考となるようなことを、ちょっとそのジャンルのことをお聞きしながら学び吸収していく、そういった番組です。そして、視聴いただいている方も、あ、そんなジャンルのそういうお仕事、そんなこともあるんだなんてね、さらっとこう見て聞いていただければいいなと、そういった番組でございます。今日もですね、素敵なゲストをお招きしております。ご紹介いたします。はい、現役アイドルであり女優としても活躍中の富手亜美さん。はい、皆さんこんばんは、富手亜美です。ありがとうございます。そして隣にいる、事務所のマネージャーの、違います、違います、俳優です。あれ、どうも、準レギュラーの小藤雅彦です。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。ウラジ2回目の役者、はい、俳優のもう小藤雅彦さんです。はい、今日はたまたまね、はい、スカイツリー観光に来てたら、ラジオやってる、偶然ね、なんかふらついてるんで暇だっていうんでね、わけないんですけども、ね、まあ、同事務所だということで、はい、先輩として、はい、やっぱり保護者としてね、まあ、前回僕出た時に、はい、宇山さんと非常にアイドルのトークで盛り上がったわけなんですけれども、はい、ね、もう小藤さん今回実物を連れてきましたんで、はい、ね、現役アイドル、はい、ウーラジ初の現役アイドル、そして初の10代、はい、そこで今日僕からのですね、一つ宇山さんに特訓としまして、おお、宇山県プロデューサー的な、いえいえ、はい、宇山県がですね、うん、アイドルとラジオで盛り上がることができるかなと。結構ざっくりとしてました。いや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 、確かにね、これから宇山県が羽ばたくためにはそういった絡みが必要ですから。そうですね、こうやってアイドルの方と直接お話を聞くこともなかなかないですし、そうです、実は富手さんとは今日初めましてなんですよね。はい、初めましてです。いやいや、いろんな話をね、ですからちょっと短い時間ですけれども、はい、いろんな話、そして学ばさせていただけたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。ファンの皆様も、そして、いろんなジャンルの方々もお聞きになっていると思います。ぜひお楽しみください。引き続き宇山県のウラジ、お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。マネージャーさんは